天本秀代、天本秀代、天本秀夫、1926年1月2日から2003年3月23日は、日本の俳優。一時期、天本衛星の読みを用いていたこともある。福岡県若松市、現、北九州市若松区出身。本席は、佐賀県鳥栖市。身長180センチメートル、体重65キログラム。 1943年、昭和18年に、旧制若松中学校、現、福岡県立若松高等学校を卒業し、翌1944年に、旧制第七高等学校、現、鹿児島大学に進学した。1945年に19歳で、学徒出陣で兵役に招集されたものの、a a 内では上官に反抗し、その度に、鉄拳制裁を受けた。 この経験が自身の反骨思考を育む。1948年に東京大学法学部政治家に入学する。大学では国際政治学を専攻し、当初は外交官を目指していたが、当時の政府の政治姿勢に失望し、文学や演劇に没頭するようになった。その後、東京大学を中退して劇団俳優座に所属する。 1954年に28歳でオペラ、オテロにおいて初舞台を踏む。その直後に女の園と24の瞳で映画に初出演する。当初は24の瞳では、天本の役は赤石牛尾が演じる予定だった。1958年に東宝と専属契約を結ぶ。以後、アクション映画や特撮映画などで個性的な脇役として活躍し、 また人間離れした悪役を数多く演じた。特に、岡本喜八が監督を手掛けた作品にはその大半に出演し、この時期から私生活では、ファルーカ、スペイン音楽の一種とフラメンコを短所として、スペインに深く傾倒していく、趣味のスペインについて詳しくは口実。1970年代からは、テレビドラマに活躍の比重を移し、 主に不気味な存在感を放つ悪役として活躍する。1972年に毎日放送、仮面ライダーで死神博士を演じ、悪役ながら人気を博した。1991年、平成3年からフジテレビ、たけいつみの平成教育委員会に、東大出身の回答者として、レギュラー出演し、一般的な知名度を一気に高めた。 2003年3月23日に急性肺炎により、故郷の福岡県北九州市若松区にて逝去した。地元にあるカトリック教会で葬儀が行われた。2005年10月25日に、異界がスペインアンダルシア州のグアダルキール川源流近くに散骨された。自由主義者、無政府主義者で、現代の日本に生きる人々に対して、 ラデカルな視点から苦言を呈していた。国家というものが大嫌いと述べ、スペインへの移住を熱望し、2000年に発表した著書、日本人への遺書、メメント、特間書店においても、こんな、ボケ国家で死にたくないと記していた。天皇制と昭和天皇の戦争責任を不問にしようとする、勢力、菊田ブーを守ろうとする風潮、自民党政権、文部省を批判して、 テレビの収録で言及すると、その部分は全てカットされる。こういうことをしている限り日本人はいつまで経っても自立できないと述べている。また学徒出陣の経験は言葉に言い表せないほどのショックを受けたそうで、戦後になっても戦争を賛美するような内容の映画には依頼を受けても絶対に出演しないという姿勢を貫いた。長身に対する妬みのために将校にいじめられ、 軍が嫌いになり、その延長として、左翼的になったという。毎日放送、アドリブランドの、寄ってたかってインタビューのコーナーに、ゲストで招かれた際には、国民年金、保険料など払ったことがない。いくら年をとっても国の世話にだけはなりたくない。日の丸の赤い丸を切り抜いてしまえば、風通しがもっと良くなるだろうなどと述べている。また、 スペインの街頭で物乞いと間違えられて、おばあさんに施しを受けそうになった年収300万円だったのが、平成教育委員会に出てから月収300万円になったなどのエピソードを被した。借家が雨漏りして住めなくなって困っていたところ、空き家になっていたクリーニング店の2階を無料で提供され、そこで寝泊まりしていた。無料なので遠慮して、昼まで、 仕事のない時は公園などで時間を潰していた。この住居には電話も引いていなかったため、仕事の依頼などは近くのあるファミリーレストランに取り継いでもらいた。その関係もあって、天本はそのファミリーレストランに頻繁に来店し、付近の住民にも親しまれていた。天本とは年齢の離れた親友であったという二平正也は、東方の美術や衣装の人間らが天本の自宅や、 衣服の修繕を行っていたと証言している。普段着にスカルキャップブーツマントを愛用し、その姿のままで出演したドラマも多い。岡本喜八とは風貌が似ており、ロケ先で子供たちから死神博士が二人いる。とよく言われ、岡本は機嫌が悪かったという。趣味は野球観戦、九代目松本幸四郎、初演当時は六代目。 市川染五郎が主演を務める舞台、ラマンチャの男は、当初は天本が主演を務める予定であったが、東方の判断により、人気のある染五郎に変更された。日本テレビ、聖文化メンマシンマン出演時に、読売新聞のインタビューに答えたコメントの中で、ロケに同行する過保護な子役の母親たちを批判し、もっと子供は、普段から自由に遊ばせるべきだ主張していて、 子供好きな面を覗かせている。また、女はめんどくさい、今は毎朝死について考えていますなどと語っていた。また、マシンマンについては、雑誌、機関宇宙船のインタビューで、子供番組なのに、スタッフが子供を大事にしないと、当時の撮影現場を批判している。忘れえぬ人を思い続け、生涯独身を貫いた。アマモトのスペイン趣味は1967年に、 出演した映画、殺人狂時代にも現れている。天本が演じるぞろぎ博士と中台達也が演じる気境真似との決闘シーンは、互いの左手首を縛って、右手のナイフだけで戦うという、イスパニア式決闘で行われた。また BGM には天本がレコードを持ち込んだファルーカが、用いられた。なお作中では、旧聖高校仕込みと自称するドイツ語の会話をこなした。 また、1968年に公開された映画、クレイジーメキシコ大作戦、東方、渡辺プロでは、山賊の投了役で出演して、現地人裸足の流暢なスペイン語のセリフを披露している。1979年3月から7ヶ月間に、渡り、スペインを旅行し、その旅行期を1980年に、スペイン巡礼、スペイン全土を回る。 話の特集という著書として発表する。また1982年には、スペイン巡礼の追送期及び後日単となる、スペイン回層、スペイン巡礼を保意する、話の特集という著書を発表した。俳優としての活動と並行して、フラメンコギターの伴奏や舞踊家による、フラメンコ舞踊をつけた編成で原始と、 日本語訳との両方でフェデリコ・ガルシー・アロルカの死を朗賞する活動も行ってた。その他にも旅行者と協力してスペイン方面へのツアーを計画して、それを引率することもあった。また、スペイン民族音楽に関しては日本で屈指のレコードコレクションを持つ存在として知られていた。本人が生前にスペインにて収集したレコードや、 工芸品など、約5000点余りのコレクションは、現在は、本人の没後に興味である、北九州市若松区にて設立された、天本秀夫記念館を作る会の有志たちによって、保存、管理されている。1984年には、日本テレビ、西英文化面マシンマンで、仇役、プロフェッサー系を演じる。この役も、天本のスペイン趣味が、全面に出た役柄で、 衣装は、天本の自前によるものだった。また、K が、スペインで撮ったという設定で劇中に登場する写真も、天本が実際に、スペイン旅行中に撮ったものだった。そのスペインに対する熱情のあまり、予定していたスペイン旅行の日程が撮影と重なったことを理由に、番組を途中で一時降板してしまったほどである。自身の著書、日本人への遺言、メメメントでは、 私は、スペインで死にたい。二十回も尋ねて、歩き回った大好きなスペインで死にたいと記していたが、それは叶わなかった。戦術の通り、本人の生前の意思に基づいて、2005年10月25日に、遺族及び、日本とスペインの友人たちの手によって、スペインのグワダルキビール川源流に、遺界が散骨されている。仮面ライダーで本が演じた死神博士は、 仮面ライダーシリーズに登場する悪役の中でも屈指の人気を誇る。天本は設定から神秘性、怪奇性を強調した大人向けの芝居を行っていたが、怖すぎるとして演技を子供向けに抑えるよう注文されたという。この役で用いた小道具の指揮棒は本人がエジプトに旅行した際に購入したもので、こういう役が多いもので買い求めておいたものだそうである。 晩年の発言の一部から死神博士の役を嫌っていたかのように誤解されることがあるが、天本が嫌っていたのは死神博士のことばかりことさらに強調する一部のファンやマスコミであり死神博士の役そのものを否定したことはない。子供のファンから壊れれば喜んで死神博士と似顔絵入りでサインしていたことや仮面ライダー関連の公式なキャストインタビューには 真摯にじて、衣装や演技のことなどを語っていたのがその証だが、成人後も子供向け特撮番組だけに熱中する、五卓には、世の中には、もっと大切なものがあると厳しい態度をとっていた。NHK、漫画で読む、古典、うげつ物語に、上田明成役で出演した際、わしも昔、死神博士として、ショッカーという妖怪軍団を率いておったというセリフを、述べたこともあり。 晩年には、新宿駅の地下街で本人とすれ違ったファンが思わず、あ、死神博士だと呟いたところ、天本は、作用と答えて去っていったというエピソードもある。2005年に公開された、仮面ライダーザファーストでは、仮面ライダーで使用された死神博士の映像に、丸山栄二が新たに声を当て、デジタル出演という形で登場している。富士テレビ。 たけし、いつみの平成教育委員会の生徒役、回答者として、レギュラーで出演し、放映開始から1993年3月の卒業まで、ほぼ解禁であった。国語に関してはズバ抜けた、好成績を収めていた反面、理数系の問題ではほとんど正解できず、算数の問題になると、時に問題文を読むことを放棄し、 回答する気がないような態度を示すほどに苦手とていた。国語が得意ということで文学部出身と間違われることも多く、法学部出身の経歴を意外がられることもあった。先生役の北野武氏がついに、天本君は算数の問題が、あと一問でも正解したら、海外留学を差し上げます。と断言。リーチがかかっていた、武志落としを完成させ、 世界一周留学の旅を獲得した。国語の授業において、二文字熟語を作るというもので、芸文と回答したが、はじめ正解とされなかった。そこで、芸文ってあるんですよ。と反論し、いつみまさたかに辞書を引かせた結果、掲載があったため正解となったことがある。また、出題者側があられもないという回答を想定していた問題で、しどけないと回答し、 一旦不正解となるが、やはり辞書での確認を求め、同義語であることが確認されて、不正解となったこともある。他にも、読み方を答える説問で、片切る、イコール片取る、具に、イコールつぶさにと正解を出し唯一の回答者でもあり、スタジオを沸かせていた。番組のオープニングで、勉強小僧が、今日の生徒と出席生徒を、テロップ入りで紹介する際、とかしきカツオが、 私はもう少し背が欲しいとテロップで紹介された後に天本が半分やるから家をくれと紹介されたこともあった。他には宇治木強が軽音楽部の部長と紹介された後天本が謎の帰宅部と紹介されたこともあった。平成教育テレビでも番組の大部分に出演したが先生というのは自分は馬鹿ですと言っているようなものと つい本音を言ってしまい、北野やいつみ、他の共演者を慌てさせている。また、一度、卒業で番組を降板するも、後に卒業制枠ができていく生も、再び番組出演するようになると、天本も番組に登場して、笑顔で点呼に応えていた。1993年に、いつみが没した、直後の緊急追悼番組に、ゲスト出演し、 自分の方が生き残ってしまった、人間は年老いたものから順番に死んでいくものなのに、いつみさんはあまりにも早すぎたと、ご気強く、無念さを語った。さらに、平成教育委員会のプロデューサーを担当していた、イーストの腰慎一が同年に自殺したことも指摘し、いつみさんは腰から数えると二人目の犠牲者だ。この業界は狂ってる。あんな番組にケタケタ笑って出たくないですよ。 と結構し、その後、平成教育委員会には二度と出演しなかった。仮面ライダーの死神博士役を演じたことから、特撮ファンである漫画家や小説家の作品の中に、親愛と敬意を込めて、自作品に、天本をモデルとしたと思われるキャラクターが、登場している例がある。また、矢作俊彦は、シナリオライター時代に、FM 番組で何度も、天本を起用し、 小説家としてもデビュー当時から天本をモデルとするキャラクターを作品に登場させてきた。1997年に発表されたア・ジャパンでは古屋目残徹子と東大名誉教授ミゾロギ昭吾という人物を登場させている。天本の死去の際には一晩泣き明かし締め切りを三つ落としたと言われる。旧制第七高等学校野球部を題材とした映画 北進者に刺すところ、神山誠二郎監督2007年公開では、作中の現代2002年において、スペインアンダルシアに暮らす野球部 OB、天本秀人という人物が登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。